キングダムの未来、ナンバーアンダーライン愛の衝撃、鈴木治の洞察から紐解く。国民的アイドルグループ、キングプリンスの分裂、そして新たなボーイズグループ、ナンバー愛の衝撃的なデビュー。芸能界の激動を目の当たりにし、様々な憶測が飛び交う中、一人の男が冷静に、そして熱く未来を語った。それは、 数々のスターを世に送り出してきた敏腕プロデューサー、鈴木治氏だ。彼の言葉は単なる予言ではなく、長年の経験と鋭い洞察力に裏打ちされた。まさに未来への道しるべと言える。平野翔その特別な才能。鈴木氏は平野翔について、スター性が半端ないと断言する。これは単なる称賛ではない。 スマップをはじめとするトップアーティストと共に歩んできた彼の目から見て、平野翔は紛れもないダイヤの原石なのだ。その輝きはカリスマ性、パフォーマンス力、そして何よりもファンへの深い愛情に裏打ちされている。それはまさに、かつてスマップが体現した国民的アイドルの資質そのものと言えるだろう。しかし、鈴木氏は同時にリスクマネジメントの重要性も得く。 スターダムを駆け上がるためには、才能だけでなく、適切なサポートと方向性が必要不可欠だ。キングプリンスの分裂という苦い経験を糧に、平野翔はさらなる高みを目指すことができるのか。彼の未来は、まさに今、キロに立っている。ナンバーアイ、新たな旋風の予感。鈴木氏はナンバーアイの楽曲についても、いい、と高く評価する。 新人アーティストに対して、これほど明確な賛辞を送ることは稀だ。常に最高の作品を求める彼の厳しい目にかなったということは、ナンバーアイの持つポテンシャルが計り知れないことを意味している。ナンバーアイは、まさに今、デビューの興奮と不安が入り混じる中で、一歩ずつ歩みを進めている。彼らの楽曲は、すでに多くのファンの心をつかみ、 音楽シーンに新たな風を巻き起こしている。鈴木氏の期待に依頼、さらなる飛躍を遂げることはできるのか。彼らの未来は、まさに未知の可能性に満ちている。鈴木治む、その言葉の重み。鈴木治む氏の言葉には、常に重みがある。それは彼が単なるプロデューサーではなく、芸能界の水も甘いも知り尽くした。 いわば生き地引きのような存在だからだ。彼の発言は、常に業界関係者やファンに大きな影響を与え、時に議論を巻き起こす。しかし、それは彼が本気でエンターテインメント界の未来を考え、才能ある若者たちの成長を願っているからこそなのだ。彼のキングプリンスの分裂に対する言及、平野章への期待、そしてナンバーアイへの評価は、 単なる感想ではない。それは彼が長年の経験と洞察力から導き出した未来への提言なのだ。キングダムの未来、そしてナンバーアイの衝撃。キングプリンスの分裂はファンにとって大きな衝撃だった。しかし、それは同時に新たな始まりを意味しているのかもしれない。平野翔はその特別な才能を武器に、 新たな道を切り開いていくことができるのかナンバーアイは鈴木氏の期待に依らえ音楽シーンに旋風を巻き起こすことができるのか彼らの未来はまだ誰にもわからない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、鈴木治氏が彼らの未来を信じ、熱い視線を送っているということだ。彼の言葉は、彼らにとって大きな励みとなり、 そして私たちファンにとっても未来への希望となるだろう。鈴木治の予言、それは単なる言葉ではない。鈴木治氏の予言は単なる希望的観測ではない。彼は長年の経験からアイドル業界の栄光清水を目の当たりにしてきた。だからこそ彼の言葉には重みがある。彼は平野翔のスター性を認めつつも、 その才能を最大限に発揮するためには、適切な環境とサポートが必要不可欠であることを知っている。キングプリンスの分裂は、まさにその環境の変化を意味する。それは平野章にとって、大きな試練であると同時に、新たな可能性を切り開くチャンスでもある。彼は、この試練を乗り越え、真のスターとして羽ばたくことができるのか。それは、 彼の努力とそれを支える人々の力にかかっている。ナンバーアイ、彼らの挑戦は始まったばかり。ナンバーアイはまさに今、スタートラインに立ったばかりだ。彼らの前には険しい道のりが待ち受けているだろう。しかし、彼らは鈴木治虫の期待に応えるだけのポテンシャルを持っている。彼らの楽曲はすでに多くのファンの心をつかみ、 音楽シーンに新たな風を巻き起こしている。ナンバーアイの挑戦は始まったばかりだ。彼らは自分たちの音楽を信じ、一歩ずつ歩みを進めていくことが求められる。そして、いつか鈴木治氏の予言通り、音楽シーンの頂点に立つことができるのか。それは彼らの努力とファンからの熱い声援にかかっている。 未来は誰にもわからない、だからこそ面白い。平野章、そしてナンバーアイの未来は誰にもわからない。だからこそ面白い。彼らはどのような道を歩み、どのような未来を切り開いていくのか。それは彼らの努力と、そしてそれを支える人々の力にかかっている。鈴木治氏の予言は単なる希望的観測ではない。 それは、長年の経験と洞察力に裏打ちされた、未来への道しるべだ。平野翔そしてナンバーアイは、その道しるべを頼りに、自分たちの未来を切り開いていくことができるのか。それは、彼ら自身にかかっている。そして、私たちは、その挑戦を見守り、応援していく。鈴木治の視線、それは未来への架け橋。 鈴木治氏の視線は常に未来を見据えている。彼は過去の成功体験にとらわれることなく常に新しい才能を求めエンターテインメント界の未来を切り開こうとしている。彼の言葉は単なる予言ではなく未来への架け橋なのだ。平野翔そしてナンバーアイはその架け橋を渡り新たなステージへと進むことができるのか それは彼ら自身にかかっている。しかし、鈴木治氏の視線は彼らに大きな勇気と希望を与えていることは間違いない。アイドル業界の変革期、そして新たな可能性。日本のアイドル業界は今大きな変革期を迎えている。かつてのような一握りのトップアイドルが市場を独占する時代は終わり、多様化が進んでいる。 それは、平野章、そしてナンバーアイのような、新たな才能が活躍するチャンスでもある。彼らは、従来のアイドル像にとらわれることなく、自分たちの個性を発揮し、新たなファン層を開拓していくことが求められる。それは、決して簡単なことではないだろう。しかし、鈴木治虫の視線は、彼らに新たな可能性を示唆している。私たちは、 未来を作る。平野章、そしてナンバーアイの未来は彼ら自身の手で作られる。しかし彼らの未来は私たちファン一人一人の力によっても左右される。私たちは彼らの挑戦を見守り、応援し、そして一緒に未来を作っていくことができる。鈴木治氏の視線は未来への架け橋だ。その橋を渡り、 新たなステージへと進むのは、平野翔、ナンバーアイ、そして私たちファン全員だ。